2023年、ついに釣れない季節がやってきました。今年のまとめを発表したいと思います。今年は、冬の川からお送りしたいと思います。もう水もあんまり良くないね。水質も良くないし、水温も低いし、この先は釣るのは難しいね。というわけで、今年のまとめです。今年は2月の初めに1匹目が釣れて、12月の後半まで釣ることができました。で、今年もゲイリーだけのルアーを使ってバスを釣ってきて、合計釣れたのが122匹。大体ですけど122匹。河川は6河川で、スモールメインでやってきました。スモールが80匹で、ラージが42匹。後半の10月11月ぐらいからスモールが全然釣れなくなってきて、ラージを狙ってて、ラージがちょっと後半増えた感じかな。で、最大はスモールが49センチを3匹釣りました。その1センチが難しい。ラージの一番大きいのはこの前釣った36センチか。ラージの40アップは今年1匹も釣ってないね。40アップ25匹か。まあ、後半が釣れなかったな。前半はいいんだけどね。で、今年一番釣れた、まずはワームを発表していきます。第4位から。第4位がレッグワーム。レッグワームこれですね。レッグワームが合計8匹。水温下がってきてからが調子良かったかな、レッグワームで。第3位、もう定番なこちら、4インチグラブ。これはもうオールラウンドでいつでも釣れる感じ。12匹釣れました。第2位がこちら、ヤマタヌキ。ヤマタヌキは春先から水温が上がるぐらいまでが調子良かったね。その後はパッタリ釣れなくなったな。ヤマタヌキ21匹釣れました。で、一番今年釣れたワームがこちら、テナガホック。これは7月ぐらいから10月後半、11月前半ぐらいまですごい調子良かった。テナガホックは合計35匹釣ることができました。色はどんなワームでも大体ウォーターメロン、グリパン、パンプキンあたりが一番釣れました。これがワームの結果です。で、まあ、ハードルアーの方は全然大して釣ってないんですけど、まあ、一番釣れたのはこれ。やばいスピンと、まあ、すごいスピン、そんな感じのスピナーベイトです。で、トレーラーフックをつけると確実にスモールのフッキング率も上がった気がします。これがスピナー、やばいスピンが5匹で、あとはこちら、すごいナックル。これがすごいナックルが3匹。それだけか。結局ハードルアーは全然釣れてないんだよな。まあ、釣れれば型はいいけど、なかなかやっぱ難しいね。スピナーベイトはバラシも結構あったかな。あとトップにも何回も出てるんだけど、なかなかフッキングしないのもあったし、まあまあそんなもんだね。
これがハードルアーです。あと釣れたルアーで言うと、ワームは、芋40とか、ヤマセンコウ、FA ホック、モコリクロウ、シュリンプ、スーパーグラブぐらいかな。大体そんな感じのワームが釣れました。今年からラインは P ライン使うようになってて、いろんな P ラインも試したんですけど、まあ、さほどどれも変わらなく、だったらまあ安いのを頻繁に巻き替えるっていう感じで、まあ最近はこれですね、ダイソーの P ラインをメインに使ってます。これを頻繁に巻き替えればそんなに困ることもないんで、だいたい1号前後を使っています。これ最近出た 200m 巻きのやつで、リーダーはこれをずっと使ってました。三洋の GTR ウルトラ16ポンド、これをずっと使ってました。これで切られたことはないかな。うん、切られたことはないので、まあ来年もこれを引き続き使っていきたいと思います。まあ、今年もゲイリーだけで釣ってきましたが、まあ122匹まあ、釣ることはできました。去年何匹だったかちょっと覚えてないけども、去年よりかは釣れてますね。大きいのも釣れてるし、数も釣れてます。で、後半全然スモールが釣れなくなって、本当場所が全然どのポイント行ってもスモールじゃなくてラージが釣れるようになって、結局それでそのまま終わっちゃったんで、まあ、来年は今年も一応スモールメインで狙ってるので、来年はもう少しスモールのポイントを探して釣っていきたいと思います。今気温が10度ないぐらいで、水温も多分10度ないんだろうな。もう来年の春まではちょっと難しいと思うんで、いろいろ減水の時期にポイントを探して歩きたいと思います。今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。